女川町で地震の後すぐ高台に避難する大切さを忘れないように坂を駆け上がって高台への一番乗りを競う復興男という催しが行われました。催しには220人余りが参加し、震災の時に町に津波が到達した午後3時32分に逃げろの掛け声で一斉に走り出しました。目指すのは JR 女川駅近くにある高台です。一番乗りの人には復興男の称号が贈られます。今年復興男になったのは石巻市に住む高校3年生の斉藤壮太さんです。一番慣れたことはとても嬉しいことで、早く逃げることの大切さというのがこういうもので教えてもらえるのでとてもいいことだなと思っています。